ハンス・アクセル・フォン・ヘルセン、ハンス・アクセル・フォン・ヘルセン、ハンス・アクセル・フォン・ファーソン、1755年9月4日から1810年6月20日、伯爵は、政治家、軍人。スウェーデンの名門貴族で、王室顧問である、フレデリック・アクセル・フォン・ヘルセン公爵の子。フランス王妃、マリー・アントワネットの愛人として知られるが、スウェーデン王グスタフ3世の長身でもあった。 また、時代グしたフ四世にも使え、ナポレオン戦争に至る時代までを生きたが、1810年に群衆に撲殺された。ベルサイユのバラにフェルゼンとして登場するキャラクターのモデル。父親のフレデリックは、フランスを第二の故郷として愛し、家庭ではフランス語が話されていたという。フェルセンは、容姿短霊で背が高く雄弁家に育った。 ヨーロッパを3年間留学し、貴族の必須である知識を習得して1773年12月、18歳でパリの社交会にデビューし、たちまちパリの上流階級の夫人に人気を博した。1774年1月、仮面舞踏会でフランス王大使妃、マリー・アントワネットに出会う。マリー・アントワネットにとっては、 数多い長身の中の一人ではあったが、同い年ということもあって、次第に親密になっていった。これは、スウェーデンの国益に準じた、グスタフ三世の意図があったとされている。1774年5月に、ルイ十五世が没すると、王妃となったマリー・アントワネットに悪い噂が立つのを、恐れ、スウェーデンに帰国する。1778年に再び、フランスに戻ったが、 アメリカ独立戦争、1776年から1783年にも参加している。帰国後にフランスの王室スウェーデン人連隊長に任じられた。その後、グスタフ3世と共に欧州諸国を回り、1785年からパリに在住することとなった。1788年にはスウェーデンがロシア帝国と起こした第一次、ロシアスウェーデン戦争にも従軍した。 ヘルセンは、数ある結婚話をカくクに断り、王妃マリー・アントワネットただ一人に愛を注いだ。王妃の不幸が増せば増すほど、献身的に王妃の力となり、支え続けた。しかしヘルセンの王妃への愛は、スウェーデンの国益につながりはしたが、次第に、スウェーデンの国策とは異なり始め、グスタフ三世は、中仏大使となった、スタール男爵に信頼を置くようになる。 しかし、フランス革命が勃発すると、グスタフ三世は、フェルセンを革命阻止のためにスパイとして、ベルサイユに送り込んだ。国王一家が窮地に立たされると、フェルセンは亡命を進め、革命勢力からの脱出の手引きを試みた。俗に言う、バレンヌ事件である。彼は、各地の王党派と連絡を取り合い、綿密に計画を立て、国王一家の脱出のために、 超人的な行動をした。しかし、マリー・アントワネットが無茶な主張と要求を突きつけて、周囲を振り回したために実行は1ヶ月以上も遅れ。1791年6月20日、国王一家は、チュイルリー宮殿を後にした。フェルセンは、御車に憤して、お手がつかないように回り道をして北へ行き、パリ郊外まで来たが、ルイ16世がフェルセンの動向を拒否したため別れる。 こととなった。ルイ16世は、王妃マリー・アントアネットとフェルセンの関係を知っていたが、フェルセンの王家への献身ぶりは認めざるを得かったため、王妃にもフェルセンにも何も言うことはなかったという。結局国王一家の逃亡は、チュイルリー宮殿を脱出した5時間後に露見し、不運に不運を重ねた挙句、亡命は大失敗に終わった。逃亡する国王一家に、 ペルセンが最後にかけた言葉は、さようなら、コルフ夫人。だった、一行は、ロシア貴族のコルフ公爵夫人になりすましていた。逃亡事件失敗の後、ある晩に、国王一家が遊兵されている、チュイルリー宮殿に変装して忍び込み、国王と王妃に、新たな亡命計画を進言するが、パリに泊まることを決意した国王から、拒否されてしまう。革命政府によって、 裁判にかけられるため、国王一家がタンプル島に移送されると、フェルセンはこれを救うためあらゆる手を尽くしたが、すべて失敗に終わった。革命が激しくなると、フェルセンはブルッセルに亡命し、ここでグスタフ三世やオーストリア中仏大使と共に、王妃救出のために奔走した。しかし1792年3月に、グスタフ三世が暗殺されると、スウェーデンは、 革命から手を引き、フェルセンは政治的に失脚する。そして愛するマリー・アントワネットが革命政府によって処刑されると愛想のない暗い人間となり、マリー・アントワネットを殺した民衆を憎むようになった。1796年、スウェーデンでグスタフ4世が申請を開始すると、フェルセンも復権して外交顧問に任じられる。1798年に、 フランス革命戦争の講和条約としてのラシュタット会議にスウェーデン代表とて参加。ここでナポレオン・ボナパルトに会っている。この席でフェルセンはナポレオンにマリー・アントワネットとの関係を聞かれたという逸話がある。その後、グスタフ四世の下で1799年に元帥にまで昇進し、スウェーデン国政に携わっていくこととなった。しかしフェルセンは 民衆に対して不信の念を抱くようになり、強圧的な振る舞いが多くなっていく。それは憎悪の連鎖を呼び起こすことになり、民衆も彼を激しく憎むようになった。1809年グスタフ4世は失勢を求断され、クーデターによって廃位された。フェルセンはクーデターには関与しなかったが、貴族たちが作った臨時政府には加わった。新しく、 王位についたカール十三世には、生死がなかったため、アウグステンブルク家のクリスチャン・アウグスト、カール・アウグストと、改名が王太子に指名されたが、1810年に、この王太子は、自己死した。その直後から、王位を狙った暗殺事件であるとの噂が飛び交い、暗殺の首謀者として、フェルセンの名が取り沙汰された。しかし、カール十三世は、冷静を装って、フェルセンに、 葬儀執行を命じ、フェルセンもそれに従った。当日、クリスチャン・アウグストの遺骸がストックホルムに運ばれ、市内の広場で葬儀が行われたが、そこに馬車で現れたフェルセンに群衆が暴動を起こした。現場にいた、このエレン隊の指揮官と兵士たちはあえて暴動を、制止しようとせず、フェルセンは群衆によって斬殺された。フェルセンの遺体は、 全裸で速攻に投げ捨てられるという無残な扱いを受けた。事件が起こった6月20日は19年前にバレンヌ事件が起こったその日であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。